満州飛行機製造の気象97式戦闘機は満州飛行機製造で最も多く生産された航空機の一つ。満州飛行機製造株式会社は1938年から1945年にかけて存在し、ポツダム宣言の受学に伴い閉鎖された満州国の航空機メーカー、軍用機や航空機部材を生産していた。満州飛行機製造は 1931年に関東軍軍用定期航空事務所を期限として満州国建国後の1932年9月に社名変更した満州航空株式会社の製造修理部門を期限とする。1938年6月20日に日本政府の監督満州重工業開発の命令の下、満州航空の製造部門の異常を受けて設立された。 主力工場はハルビンに所在した。1941年から1945年にかけては日本の航空機会社で第8位となる合計2196機の機体を生産し、うち798機は戦闘機であった。また日本の航空機会社で第6位となる2168機の航空機用エンジンも生産している。加えて、 満州に駐留していた満州国軍飛行隊や帝国陸軍飛行船隊の部隊の様々な航空機の修理事業も行っている。第二次世界大戦末期のソ連軍の満州進行の後、ソ連軍は満州飛行機製造の工場と生産機械を接収し戦後賠償の一環と称してこれらの危機器の多くを本国に持ち帰った。 中華人民共和国の主要航空機メーカーの一社であるハルビン引き製造工師はハルビン工場に信用引き工業集団は信用工場に再建されたものである。満州飛行機製造は日本の航空機産業とのライセンス生産合意のもと以下の航空機を製造している。満州飛行機は以下の航空機を独自で設計している。 これら独自設計の航空機のうち大量生産になったのは木79に式高等練習機のみである。礼、ありがとうございます。